若い夫婦である投稿者たちは新居を探していたのであるという。10軒は物件を回ったという彼らは、参考のために訪れた物件をビデオカメラに記録していた。その中の一つ、とあるマンション。不動産業者は付き添わずに鍵を渡され、見てくるようにと言われたらしい。そしてそこで不可解な存在が映ってしまったというのだが、電気つかるのかな、寝ていいかな。あ、すごい、カメラが捉えた不可解な現象に気づかれただろうか。カメラが洗面所の方に向けられた時、左奥に幼い女の子と思われる姿が見える。うーん、すごい、なんか感動した。まさかこの付近で不幸な死を遂げた少女のさまよう姿であるとでも言うのか。